どうもハイチです。突然どうしたと思われる方も多いかもしれないんですが、先日クリエイターサミットっていうのに Google がね主催するイベントに参加させてもらいまして、その模様をちょっとざっくりですが皆さんと共有できたらと思います。はい、ということで早速ルームツアーです。すごくない？この部屋すごいんだよ。値段もすごいんだけどさ、でこのオレンジちょっと光で飛んじゃってるんですけど、これが名刺でね、全員に配られた名刺らしくって、なかなか粋な計らいだよね。海外のクリエイターとか初めましてのね日本のクリエイターもいるから、こう交換とかで使わせてもらいました。でこのイベント去年の韓国だったんですけど、去年はもう参加させてもらってて、こうやってプレゼントが置いてあるのでね、去年は T シャツとか、ちっちゃいカバンみたいな感じ、カバンみたいな感じだったんだけど、今年もね中をこう開けたらまず水筒ですね。これ良くない？まああんま YouTube してないから普段普通に使えそうだしね。まずは蓋のコップがおしゃれっていう。で今年は黒でした。服が去年白だったんですけど、これもね個人的に結構好きなの。あんまりこうなんだろう YouTube って感じがなくてさ、普通に今でも去年の部屋着で使ってるからね。で今年はスウェットパンツもあって、であのカバンもあってね、まあ、こんな感じのプレゼントをいただきました。これね初日のパーティーの様子ですね。キヨキヨさんと、ゲーム実況のねキヨキヨさん、そしてアサギーニョさんと和田さんです。アサギーニョさんは初めましてでした。で、写真を撮らせていただいたのがまずオルタナチャンネルの内藤さん、もう内藤兄貴ですね、年下ですけどね。だいぶ仲良くしてもらいましたこの3日間もね。でマータソさんと内藤兄貴と被っちゃったキヨキヨさんなんですけど、マータソさんはこの日と2日目もねご飯が隣だったりしてすごくいろいろ話してもらって、いやいい人でしたね。でポッキーさんはもうゲーム実況レジェンドですね。自分の中ではもうまさか参加してると思わなくって、思わずもう写真撮っちゃいました。嬉しかったですね。でサーヤさんはまあもちろん初めましてだったんですが、いやもうね直視できんよ、わかるでしょ、理由はわかると思う、みんな直視できんで最後はバンビさんね、もうさこんなイケメンおるのかみたいな、もうなんかね火のつけどころがないイケメンでしたね。そして2日目です。2日目のランチはですね、今カンタさんが引いてますけど、こう色がいろいろ、カンタさんは紫で、この同じ色の人が同じ席に座るっていう、怖いんですよこれ。え、違う、同じで自分はキヨキヨさんと同じでね、でマータスさんもこの時一緒だったんですけど、これ怖いのよだって日本人一人の可能性もあるからね。でランチはこの決められた席のところに座って食べていきましょうみたいな感じです。でこの方右下の方がですね、ベトナムの方で登録者990万人いるっていう、もうすごいね、すんごいチャンネルの人だったでこれたい焼きね。で寿司ラーメンリクさんです、今回たくさんいろんなね会えるの楽しみにしてた方がいるんですけど、一番楽しみにしてたのがリクさんです。もうねただのファンです、大好きです本当。でクイントリさんですね、これは韓国のゲーム実況されてる、もともとアナウンサーをされて、アナウンサーを辞めて今マイクラのゲーム実況されてるっていう方でした。こんなねいろいろ出会いがあるわけです。で2日目の夜がですね、ちょっと外で飯ご飯を食べるっていうんで、なんか縁日みたいな感じでね、こういうボールすくいとか、なんかリンゴ飴が売ってたりとかチョコバナナ売ってたりとかするんですけど、キヨキヨさんがね無双してるんです、これ破れないんですこれ。この後やばいですよ。でもズカッといっちゃっていいですか？すごい。すごくない？これ。あ、いや、同じこと言ってるけど。で、和田さんも、あ、内藤さんもやってたんですけど、和田さんがやって。重力加速度を利用するんです。ね、ほら、で、この後4人でスバボーで遊ぶっていうね。で3日目になりました。3日目はですねちょっと東京ゲームショーの方に行かせてもらいまして、自分はゲームショーなんですけど、でこれこの日はフルなんだ一般オープンじゃなくてメディア関係者だけなんですよ。それでもめちゃくちゃ混んでて、で自分はこのファイナルファンタジー7のリメイクがどうしてもやりたくってこれをやらに行きました。
ちょっとね、ゲーム画面は撮っちゃいけなかったんでダメだったんですけど、すごく楽しんできました。そしてこれがですね、Google プレイのブースでめちゃくちゃでかいこの、ね、くじっていうか、なんていうんだっけ、このがあってさ、で今日今土日やってるので、まあ、行かれてる方もいると思うんですが、そんな感じでした。で3日目最後のパーティーで、これねカメラ通してない方が実物見た方がすごい綺麗なんですけど、こういうのがあったりとかで、スカイピースジンさんですね。ジンさん先日YouTube スペースでちょっとお会いして挨拶させてもらったんですが、ちゃんと覚えててくださって、あ、勉強動画の人ですよねみたいな、もう超ね、もう太陽みたいな人で、この方は、YouTube このなんクリエイターサミットの期間に、100万人突破したチャンネルで、それをね、Google がお祝いするっていう金の盾も持ってきてて、サプライズだったんですけど、すごいですよね、その期間で100万人突破するっていう、いいなって思いながら見てました。そして最後が水溜りボンドのカンタさんです。で去年カンタさんはね、韓国の方でもご一緒させてもらっていて、1年ぶりだったんですが、まあ、覚えててくださって、しかもなんか LINE の交換もしてくださって、もう幸せでした、はい、カンタさんはですね、皆さんそうなんですけど、もうちょっと語彙力がない感じで申し訳ないんですが、いい人の塊みたいな感じなんですよ、皆さん。裏表がなくて、本当動画のまんまの人だし、もうリク、寿司ラーメンリクさんもそうだし、内藤さんもそうだし、バンビさんもそうなんですけど、本当そんな感じでした。他にもね、いろいろ参加されてて、写真ねちょっと撮れなかった方とかいてね、全員はご紹介できないんですが、まあ、こんな感じのクリエイターサミットでございました。まあ場違い感半端ないよね、今回出した写真を見た方でも。この4日間通した感想の方は別の動画で上がってますので、まあ、リンクね概要欄に貼っておくから、よかったら見てみてください。ということで、ひとまず楽しかったです。このチャンネルももっともっと大きくしていけるように頑張っていきます。見とってください。ということで以上です。ありがとうございました。